プリンがたくさん幸せだよ。いただきます。マルコ、いつまで寝てるの？早く起きなさい。起きなさい。なんでもっと早く起こしてくれなかったのだ。遅刻したよ。何度も起こしたわよ。行ってきます。ちょっとマルコ、忘れ物。僕の通っている英会話スクールの先生から日本にホームステイしたいという子供たちのことを頼まれたんだ。じゃあ今花輪君の家に外国の子供たちがいるの？うん、昨日からね。いろんな国から小学校5年生の子供たちが6人来ているよ。なんと、小学校5年生が6人も？ズバリグローバルでしょう。いろんな国から来てるなんて言葉だけでも大変だろうな。まあね、でもみんな日本が好きで来ているから少しだけど日本語が喋れるのさ。そうなんだ。それなら楽しいね。花ワンチなら6人でも7人でも泊まれるからいいよな。私も外国から来たふりして泊まりたいよ。私、遠い国から来ました。それがうちに6人集まっていても日本の生活を満喫できないと思うんだ。君たちの中で外国の子供が滞在してもいいっていううちがあったらぜひ頼むよ。何日くらい滞在するの？昨日を含めて10日間さ。10日間か、ちょっと長いね。うちも無理だろうな。私のうちは大歓迎ですよ。とりあえず今日僕ん家に遊びに来ておくれよ。海外の友人たちを紹介するからさ。行ってみようか。うん、もちろん私もお伺いさせていただきます。いいな、僕も花輪くんの家に行ってみようかな。うん、外国の子供たちに会ってみたいね。そうだね、君は友達がいないから外国の友達ができるといいね。うん、下手に言葉が通じるよりよっぽど心が通じるかもな。俺も花輪家に行ってもいいかい？もちろん OK だよ。え、やったー、うまいもんがいっぱい食えるぞ。それじゃあ紹介するよ。向こうから僕の友人でアメリカ人のマーク。ハロー。インド人のシン。ナマステ。ハワイのネプ。アロハ。香港のシンニー。レイハオ。イタリア人のアンドレア。ボンジョルノ。ブラジル人のジュリア。オラ。以上さ。へえ、よろしくお願いします。香港のシンニーちゃんかわいいね。イタリアのアンドレアも素敵。
おい、もういいから食おうぜ。小杉くん、ちょっと待てよ。じゃあ、みんなも自己紹介しようか。私は丸尾末男でございます。ズバリ学級委員でしょう。耳は花子です。俺、浜地。僕は山根です。僕は長沢です。僕は藤木です。俺は大食いの小杉だぞ。おう、あなた食いしん坊？うん、俺は食いしん坊だ。おう、素晴らしい。野口だよ。私はほなみたまえです。たまちゃんって呼ばれています。私はさくらももこです。あだ名はまるこです。まるこ、君はまるこですか？うん、そうだよ。僕はまるこが好きです。はちょっと何よ、なんかされたばっかり。すごいわ。イタリア人ってすぐ女を口説くって聞いてたけど本当だね。呆れるね。美人ならともかく、さくらを気に入るなんてセンス悪いよね。まあみんな仲良くしてくれたまえ。皆様、ゆっくりティータイムをお楽しみください。あー、素晴らしい。これこれ、食ってみよう。うまっ。おう、食いしん坊。なんだよハワイ、今食ってるから邪魔すんな。僕も食いしん坊です。たまちゃんって卵みたいで可愛いですね。ありがとう。私インド人、あなたハマ人。ハマ人じゃなくてハマジ。ハマ人、ハマ人。ハマジ、インド人に気に入られたみたいだね。うん、何が気に入られるかわからないもんだね。うん、まったくね。マルコ。まだあった？ちょっともうこっち来ないでよ。僕はマルコを知りたいです。え、どれ、そんなこと急に言われても困るって。君はどうしてマルコなの？は？どうしてって言われてもね、本当はちびまる子ちゃんなんだけど、略してまる子なんだよ。どうしてそんなニックネームになったか教えてください。もう勘弁してよ。教えてください、まる子。やだよ、もう。さくらさん、外国のお友達に親切にしなくてはいけないでしょう。じゃあまる子くんがしてあげなよ。もちろんですとも。アンドレアくん、もしよろしければぜひこの丸尾の家にホームステイにいらしてください。マルコより丸尾ですよ。丸尾よりマルコです。なんですと？ズバリショックでしょう。丸尾ファイト、アミーゴファイト、ファイト、ファイト、ファイト。へえ、花輪くん家に6人も外国の子供が来てるのか。すげえな。大きい家だからいいんでしょうね。だけど花輪くんの家に6人いても日本の生活を体験できないから、外国の子供を滞在させてくれる家を募集してるんだって。へえ、うちは困るけどな。狭いしね。言葉も通じないしね。それが結構喋れるんだよ。みんな日本が好きで少しなら喋れるみたいだったよ。それならうちに一人ぐらい来てもいいな。うん、私香港のシンニーちゃんに来てほしいな。だからって10日間もうちじゃ無理だよ。そうだな、何かと面倒くせえだろ。こんばんは。あら、誰かしら。あら、ヒデじいさん、こんばんは。ヒデじいだって。ああ、ヒデさんらしいな。行ってみよう。おお、マルコさん、トムゾーさん。ヒデさん、何かご用ですか？はい、実は外国のお子様のホームステイのご相談なのですが、インド人のシン君は浜崎君のお宅へ、香港のシンニーさんはホナミさんのお宅へ、ハワイのネプ君は小杉君のお宅、ブラジルのジュリアさんは野口さんのお宅に
ホームステイさせていただくことに決まったのですが、イタリアのアンドレア君はどうしてもさくらさんのお宅にホームステイをさせてほしいと強くご希望されているのです。あいつまだそんなこと言ってるの？やだね。マルオ君はぜひアンドレア君に来てほしいと希望してくださっているのですが、アンドレア君が聞かないのです。マルオ君家に行きゃいいのに、私やだよ。アンドレア君もすごくいいお坊ちゃんです。どうかさくらさんのお宅でお願いできませんでしょうか？どうしましょう、困ったわね。ひでじ、悪いけどうちじゃ無理だよ。友蔵さん、お願いします。ひでさん、わしの大切な友達のひでさんがこんなに頼んでいるのに、断ったりしたら罰が当たるぞ。よし来た、ひでさん、この友蔵がアンドレア君の面倒を見ましょう。本当ですか、ありがとうございます。ちょっとおじいちゃん、勝手に決めないでよ。マルコ、わしとヒデさんの友情なんじゃよ、分かっておくれ。もう私知らないからね。さくらさん、どうかアンドレア君と仲良くしてください。このヒデじいのお願いです。とほほ、困ったね。では明日アンドレア君を連れてまいります。ヒデさん、任せておくれ。翌日、たまちゃん家に香港のシンニーちゃんが来るんだよね。うん、昨日花輪くん家で会った時からうちに来たいって言ってたんだ。いいな、うちなんてアンドレアが来ることになったんだよ。え、イタリアの？ああ、アンドレア、なぜかマルちゃんのこと気に入ってたもんね。なんで私のことを気に入ったのか全くわからないよ。私は断ったんだけど、ヒデじいに頼まれちゃってさ。うちにもヒデじいが挨拶に来たよ。私のうちには誰も来てくれませんでした。ズバリ悲しいでしょう。へい、さくらくん、ほなみくん、二人ともホームステイを受け入れてくれてありがとう。シンニーもアンドレアもすごく喜んでいるよ。私も楽しみにしてるよ。私は戸惑っているよ。僕の家にはマークがいるけど、困ったことがあったらいつでもヒデジーに相談してくれたまえ。あ、今度の土日に一泊でどこか旅行に行こうと思っているのさ。もちろんみんなを招待するから、もし行きたい場所があれば一応希望を伝えておくれ。え、旅行に連れてってくれるの？外国の子供たちだけじゃなくて私たちも？もちろんだよベイビー、みんなで行った方が楽しいだろ。すごいね、花くんちって改めて金持ちだね。うん、太っ腹だね。ズバリ、私も行きたいでしょう。藤木くんの家には誰も来ないんだね。うん、香港のシンニーちゃんなら来てほしいなって思ったんだけどね。藤木くんって割と女好きだね。そんなことないよ。だってシンニーちゃん可愛いじゃないか。変な男子がうちに来るよりずっとマシだろ。まあシンニーちゃんも藤木くん家に行くよりホナミのうちに行った方がずっとマシだろうね。そうだよね。皆さん、明日は花輪くんの知り合いの外国のお友達6名がうちのクラスにやってきます。日本の学校を体験したいそうです。仲良くしてくださいね。はい。ハワイのやつ、俺と大食いの勝負したいんだってさ。食費かかりそうだね。インドのやつ、なんで俺のこと気に入ったのかわかんないけどよ、どうしても俺ん家に来たいって。私もなんでアンドレアが私のこと気に入ったのかわかんないんだ。野口さん家にはブラジルの女の子が来るんだよね。うん、面白いから。アミーゴー、アミーゴー。ハワイのやつ、なんかうまいもんたくさん持ってくるといいな。ハンバー
ーグとスパゲッティならアンドレアも喜ぶね。うちの料理が口に合うかしらね。大丈夫だよ、お母さんの料理美味しいから。ありがとう。お邪魔します。お、来たよマルコ。チャオ。チャオ。ようこそ。ん？アンドレア君、ようこそ。トムゾーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お任せください。さあどうぞ。いただきます。お、礼儀正しいな。いただきます。うわ、ボーノ、ボーノ。そうかい、ボーノかい。ボーノってなんだ。さあ、なんじゃろう。知らんのに知ったかぶりのボーノかな。どうぞ、ボーノの俳句。ボーノ、ボーノ。ボーノは美味しいことです。はあ、よかった。たくさん食べてね、アンドレア君。ボーノ、ボーノ、ボーノ、ボーノ。ハワイのお土産プレゼントです。なんだか申し訳ないね。おい、お前こんなにいいものいっぱいくれるなんて、いいやつだな。俺、いいやつだな。自分で言うなよ。母さん、飯くれ。母さん、飯くれ。真似すんなよ。真似すんなよ。さあ、どうぞ。ありがとう。いただきます。いただきます。うめえ。おかわり。真似すんなよ。みんな踊りましょう。おい、お前なんで出てくってるんだよ。なんででしょう。こっちが聞いてんだよ。インド人もびっくり。びっくりしてんのは俺だろ。なんだよこいつ。すごいぞ、すごいぞ。たまえに初めての外国の友達ができるところを写真で撮れるなんて。ああ、フィルムが何枚あっても足りないや。たまちゃんのパパはカメラマンですか？ノーノー、普通のサラリーマンです。ノーノー、うちの中にいるときはカメラマン、カメラマンだよ。マーク、君はどこへ行きたいかい？僕は京都がいいな。うん、京都はお寺や神社がたくさんあるから見応えがあるよね。みんなはどこに行きたいっていうかな。多分京都ならみんな賛成すると思うよ。こんなにたくさんお土産を持ってきてくれてありがとう。重かったでしょう。大丈夫です。それにしても日本語うまいな。誰に習ったんだい？僕のおじいちゃんに教えてもらいました。へえ、おじいちゃんに？おじいちゃんって日本人なのか？違います、イタリア人です。じゃあなんで日本語を知ってるの？おじいちゃんは日本が大好きで昔日本に来ていました。へえ、遊びに来てたのかい？仕事です。おじいちゃんはカメラマンです。へえ、かっこいいね。おじいちゃんはマルコという名前です。え？マルコ？はい、マルコです。それでうちのマルコに興味を持ったんだな。はい、大好きなおじいちゃんと同じ名前だからです。おじいちゃんと同じ名前なんて複雑な気持ちだね。しかも本当は桃子だし。おじいちゃんは元気かい？半年前に死んでしまいました。え？ずっと毎日たくさん泣きました。でもおじいちゃんの大好きな日本を見たくて
日本に来ました。よし、アンドレア、こんなボロい家でよければ思いっきり楽しんでくれよ。そうだよアンドレア、いっぱい楽しもうね。はい。アンドレア、わしらの部屋でよく眠れるかの。大丈夫です、僕のおじいちゃんの隣にいる気持ちです。そうかい。ゆっくりお休み。はい。山がよく見えるよ。おお、素晴らしいですね。冬じゃないとよく見えないのにアンドレアついてるね。ついてるって何ですか？ラッキーって意味だよ。おお、ついてるはラッキー。うん。あ、佐々木のじいさん。おや、まるちゃん、おはよう。今日はボーイフレンドと一緒かい？うちにホームステイに来たイタリア人のアンドレアです。よろしくお願いします。これはこれは、ようこそ。じゃあね、行ってきます。行ってらっしゃい。昨日もお知らせしましたが、外国のお友達が6人このクラスにやってきました。短い期間ですが、みんな仲良く過ごしましょう。ファイター、ファイター、ファイター、ファイター。アンドレアうまいな。あいつすげえな。ファイター、ファイター。今日の音楽は外国のお友達と一緒にみんなで歌を作ってみましょう。私たちにできるかしら。難しそう。オイラには無理だブー。大石先生も無茶言うな。歌なんて作れねえよな。難しくないわよ。じゃあ外国のお友達に今の気持ちを聞いてみましょうか。誰か言える人。はい。僕らは遠い国から来ました。君に出会えて嬉しいです。ずっとずっと友達でいてね。ほら、もうこんなに素敵な歌詞ができましたよ。ほんとだ、いい歌詞だね。いいね。誰か作曲できますか？じゃあ今度までに曲が作れる人は考えてきてくださいね。放課後。アンドレア、帰ろう。はい。ヘイ、ちょっとこっちに集まってくれないかい？旅行のことなんだけど、京都にしようと思うんだ。みんなもそれでいいかい？京都、行きたいです。私も行きたい。京都ベリベリナイスですね。俺も行ってみたいぜ。アンドレアも京都でいい？僕は、もしできれば大阪に行きたいです。うん。いいね。私も大阪がいいな。オーケー、アミゴ、私も大阪です。俺も大阪がいいぞ。いっぱい食って食い倒れたいぞ。俺も食い倒れたいぞ。困ったな。全員京都でオーケーかと思っていたけど、ちょうど半分が大阪を希望するとはね。おい、お前ら京都にしろよ。花は困ってるだろ。やだね。だったらそっちが大阪にしろよ。俺はどうしても大阪のたこ焼きが食いたいんだ。お前らも大阪のたこ焼き食えよ。お前ずうずうしいぞ。花はんちで連れてってくれるんだから
わがまま言わねえで京都にしろよ。確かにそうだよね。花くんちで連れてってくれるのに。あの、僕も京都でいいです。よし、いいぞ。これで京都に決まりだ。ダメだ、たこ焼きだ。お前ら大阪裏切るな。みんな頼む、大阪にしてくれ。たこ焼きの夢を叶えてくれ。お前しつこいんだよ、いい加減にしろ。うるせえ、たこ焼きの邪魔すんな。なんだよ。ちょっとやめなよ。喧嘩はよしたまえ。おばに喧嘩はいけません。旅行に行けるんですから、どこでもいいじゃないですか。私なんてどこにも行けないのですよ。つまり悲しいでしょう。花輪くん、ぜひともこの私もお供させてください。それはちょっと無理だよ。ごめんよセニョール。なんと冷たいお言葉。あ、つまり無念でしょう。アンドレアはなんで大阪に行きたいの？たこ焼き食べたいの？僕は会いたい人がいます。え、大阪に知り合いがいるの？おじいちゃんが昔知り合った夫婦です。へえ、おじいちゃんの知り合いか。もし会えたらとても嬉しいです。そうだね、大阪に決まるといいね。そうか、それで大阪に行きたいのか。でもその夫婦の住所はわかるの？アドレスはわかりません。わからんか。それじゃあちょっと難しいね。道頓堀ののんきやのんべえという店の夫婦です。のんきやのんべえ、いい名前だな。俺もその店行きてえな。のんきやのんべえっていい名前ですか？ああ、ベリーグッドだな。どういう意味ですか？なつまり俺みてえな感じっていう意味かな。マルコのパパがのんきやのんべえなんですか？まあそうだね。そうだよ、お父さんはのんきやのんべえだね。はいはい、なんだかろくでもねえ店っていう気がしてきたぞ。ろくでもねえって数字が6ではないという意味ですか？違うよ、あんまり良くないっていう意味だよ。ではのんきやのんべえとマルコのパパはあんまり良くないのですか？おい、まあヒロシはともかく、道頓堀ののんきやのんべえは悪くないと思うよ。道頓堀まで分かってれば見つかるかもね。そうね、大阪に行くことになればいいけど。あ、電話だ。おじいちゃん、ひでじいさんから電話ですよ。おお、なんじゃろう。おい、大阪に行けることになったよ。え？じゃあ京都のことはみんな諦めたの？いや、京都チームと大阪チームを分けることになったんじゃ。京都チームはひでじいさんが連れて行ってくれるんでしょ？大阪チームは誰が連れて行ってくれるのかしら？わしじゃよ！じいさんが。およしよ、じいさんが印刷なんてみんな迷子になるよ。大丈夫じゃよ、野口さんのおじいさんも一緒に行くんじゃ。わーい、やったー、よかったねアンドレア。うちのおじいちゃんが大阪に来てくれるんならきっとのんきやのんべえが見つかるよ。はい、おじいちゃんよろしくお願いします。翌日、京都チームはたまちゃんのお父さんがついていくことになったんだ。うん、ひでじいとうちのお父さんだって。たまちゃんのお父さんが京都なんて言ったら写真撮りまくって大変だろうね。みんなの迷惑になるんじゃないかと思って今からハラハラしてるんだ。おなみさんのお父さんは旅行に行くのですね。うちのおじいちゃんも行くよ。ズボリ、羨ましいでしょ。よっぽど行きたいんだね。まあ気持ちはわかるけどさ。
が一欠員が出た場合はお知らせください。夜中でも構いませんよ。あ、僕らは教育国から来ました。おう、ソーリー、間違えました。平気平気、もう一回歌いましょう。僕らは遠い国から。マルコ、早く寝なさい。明日7時の新幹線でしょ。5時半に起きなきゃ遅刻するよ。はーい。アンドリアはもうとっくに寝てるよ。おじいちゃんは？おじいちゃんもとっくに寝てます。ちっ、もうちょっとテレビ見たかったけど、しょうがない。寝るか。行ってきまーす。行ってらっしゃい。気をつけてね。おじいちゃん、よろしくお願いします。ああ、行ってくるよ。行ってきます。では、京都チームはこちら。大阪チームはこちらへお願いします。あ、来たよ。とうとう大阪に行けるね。楽しみです。道頓堀ののんきゅうのんべえがすぐ見つかるといいね。はい。あ、その栓抜き何に使うの？これはおじいちゃんがのんきやのんべえの夫婦にもらったものです。ああ、ほんとだ、小さくのんきやのんべえって書いてあるね。うん、そこに書かれているのは店の名前だったんですね。うん、おじいちゃんの宝物でした。おい、それではお先に失礼します。お気をつけて。まるちゃん、またね。それじゃあ僕も。またね。野口さん、さくらさん、失礼します。さてと、我々ももうすぐですね。うん、大阪までレッツゴー。わーい、ついたついた、大阪だ。よし、たこ焼き食うぞ。食うぞ。野口さん、たこ焼き屋ってどこにあるか知ってますか？知らないけど、適当に歩いてればあるんじゃない？適当って、なんだか心細くなってきたぞ。どないした？どっか探してんのか？あ、はい、たこ焼き屋を探してるんですが。たこ焼き屋かい。ほんなら、いっしゃんうまい店連れてったるわ。こっちやで。やった、行くぞ。行くぞ。ここや、この店のたこ焼きはうまいで。ありがとうございます。ほら、ゆっくりしていきや。なな、親切なおじさんだね。大阪の人は世話好きが多いよ。こちらは京都。お庭も綺麗ですね。うまい、こんなうまい料理初めて食べたぞ。京都に来て幸せだな。インド人も幸せです。しまった、美味しくて写真を撮るの忘れていたよ。気に入ってもらえてよかったよ。大阪チームもそろそろ昼ご飯かな。うめえ、うめえよ、うめえよ。おいしいね。バーナー、ゆらゆら、おいしい。大阪に来てよかった。俺は最高に幸せだ。おおきに、そんなに喜んでもらえて嬉しいな。おっさん、おかわり。
り。俺もおかわり。え、まだ食べるんかい。ようけ食いやろな。そんな食ったらほんまに倒れるで。倒れてもいいから食うんだ。俺も食うんだ。はいよ、サービスや。やったおじさん、道頓堀ってここから近いですか？まあ近いで、電車乗ったらすぐや。道頓堀ののんき屋のんべっていう店知りませんか？のんき屋のんべ、ちょっとわからんな。道頓堀にいたら知ってる人おるかもしれんけどな。ごちそうさま。おきに。じゃあ次は道頓堀に行きましょう。そうしましょう。ちょっと待って。ん？その前に難波花月に行きたいんだけど。おう、花月。エビコナイス。花月、花月。お笑い見ようぜ。見ようぜ。お笑いか。私も見たいけど。マルコ。ん？道頓堀は後でいいよ。でも。大丈夫です。みんなと一緒に行きましょう。さあ、花月行くぞ。あんたら。花月に行きはる？はい。そしたらな、おばちゃん花月の割引券あげるわ。ちょうど8枚持ってんね。あんたらラッキーやね。ありがとうございます。楽しんできーや。親切だね。ちょっとびっくりするくらい親切だの。この神社は縁結びでも有名なんだよ。へえ。たまちゃん、縁結びって何ですか？素敵な結婚相手に巡り会えるようにしてくれることだよ。すごくいいことですね。僕と新兄ちゃんが結婚できますように。ちょっと待ってください。たまちゃんとも結婚させてください。ちょっと待った。神様、今のは嘘です。すみません。たまえと結婚しようなんて100年早いぞ。しかも妻を2人も。ノーノー。わはははは。はこちらは大阪難波花月。動物園にはいろんな動物がいますね。ああ、それはまあな。ゾウさんにキリンさん、ライオンさんに君とこの奥さん。そうそうそう。でもあれが一番どう思うでね。なんでやねん。今日のお客さんどんなんかな。タイタイタイの。ああ、面白かったね。楽しかったです。じゃあ道頓堀へ行きましょう。はい、行きましょう。うわ、すごいね。ここでのんき屋のんべを探すのは大変だな。うまいもいっぱいありそうだな。ありそうだね。ちょっと交番で聞いてみようか。そうしようか。なんだよ、交番に何の用だ？探してる店があるんだよ。うまい店か？すいません、ちょっとお尋ねしますが。はい、何でしょう？道頓堀にのんき屋のんべっていう店はありますか？のんき屋のんべ？聞いたことあるな。どこにありますか？ちょっと調べてみますね。裏通りにあったみたいやけど、ずいぶん前になくなっとるね。もうないの？ない。どうしたんだい？財布がないです。落としました。おい、お前何やってんだよ。俺だってあんまり金持ってねえから。ああ、助けてやれねえぞ。もうダメです。元気出して。一緒に探しましょう。しょうがねえな。きっと見つかるはずだよ。
か探しているの？僕の財布です。え、財布？大変じゃない。僕らも探すの手伝うよ。え、あっち探そう。僕は向こう見てくる。あ、じゃあ私あっち行くわ。みんな僕のために、ありがとう。おい、あったぞ。よかった。お好み焼きもうめえ。うめえ。のんきやのんべえがなくて残念だったね。はい、昔はこの辺にあったんだろうな。何がこの辺にあったって？のんきやのんべえっていう店です。ああ、のんき屋さんね。のんきやのんべえを知ってるんですか？よう知ってるで、うちの向かいにあったから。そうですか。りょうさんとちえちゃんっていう気のええ夫婦の店やったよ。20年くらい前に東京に引っ越さったけどね。20年も前に？東京のどこですか？私より隣の親父がよう知ってるから連れてくるわ。ちょっと待ってて。りょうさんとちえちゃんっていう夫婦なんだね。初めて知りました。もし今の住所が分かれば連絡が取れるかもしれんよ。あ、親父を連れてきたよ。りょうさんとちえちゃんのことを聞きたんやて。はい、僕のおじいちゃんが昔のんき屋のんべえに来ていました。あんたのじいちゃんが？はい。あ、あんたマルコの孫か？はい、マルコの孫です。うわー、こらたまげた。まさかマルコの孫に会えるなんてな。おじいちゃんを知っているんですね。よー、知ってるよ。マルコはええやつでな、戦後の日本の写真を撮ってたんや。あっちこっち行っては必ず大阪に戻ってきてたんや。大阪が好きだったんだね。豪快によう笑う男でな、酒も強かったな。みんなマルコが大好きやったわ。俺もマルコとよう飲んだよ。マルコは元気か？はい。半年前に死にました。え、マルコ死んでもうたんか？そうか、そら寂しいな。はい。のんき屋の夫婦が今どこにいるかわかりますか？確か東京の上野でスパゲッティ屋をやる言うてたわ。上野？息子が東京行くんで一緒に上京したんや。住所はわかりますか？住所はわからんな、ごめんな。上野のスパゲッティ屋だけじゃ難しいの。じゃあお店の名前はわかりますか？それもわかれへん、ごめんな。でも確かなんとか通りでやってるって聞いたけどな。なんとか通りじゃわかんないよね。そうですね。おっちゃん役に立たへんでごめんな。でもな、マルコの孫に会えてよかったよ。りょうさんとちえちゃんにも会わせてやりたいけどな。のんき屋のこともっとわかればよかったのにね。せめて店の名前だけでもな。そもそも東京じゃ遠いけどね。みんな僕のためにすみませんでした。いいんじゃよ。そうだよ、大阪に来られて楽しかったし、花月にも行けたし、うまいもんいっぱい食えたしな。うん、うまいもんいっぱい食ったよ。僕もおじいちゃんの話を聞けてよかったです。のんき屋の夫婦には会えなかったけど、大阪に来てよかったです。はい、アミゴ、大阪楽しいですね。
おじいちゃんが楽しく過ごしていた大阪。アンドレア、おじいちゃんは日本が大好きなんだ。なんで？日本人は真面目で優しい。大阪ののんき屋で過ごした日々は本当に楽しかったよ。大阪？のんき屋の夫婦にはすごくお世話になったんだよ。いつも笑顔で迎えてくれて、おじいちゃんは幸せだったよ。僕もいつか日本に行ってみたいな。大阪にも行ってみたいな。おじいちゃん、僕は今大阪に来ているよ。アンドレア、これあげる。さっき買ったんだ。旅の思い出だよ。ありがとう。明日も晴れるといいね。アンドレア、明日は串カツ食おうぜ。はい。本当にみんな優しいね。カツうまかったな。うまかったな。楽しかったね。はい、とても楽しかったです。ただいま。そうか、のんき屋のんべえなくなっちゃってたか。残念だったな。あった場所までは探し出せたのにね。のんき屋のご夫婦がりょうさんとちえちゃんということも分かったんじゃよ。今は上野でスパゲティの店をやっていることも知りました。お、そこまで分かれば探せそうじゃねえか。店の名前は？それが分かんないんだよ。それが分からないんじゃ難しいよね。のんき屋のんべえがなかったのは残念でしたが、おじいちゃんの話も聞けたし、みんなが優しかったことが一番嬉しかったです。はい、ご飯ですよ。あ、今日は天ぷらか。天ぷらよりフライの方がアンドレアには良かったんじゃない？あら、やっぱりそうかしら。日本の料理もいいかなと思ったんだけど。僕、天ぷら大好きです。おじいちゃんがよく作ってくれました。天ぷらも好きなの？イタリアにもあるの？おじいちゃんが作ってくれました。おじいちゃんは料理が得意でした。日本の料理もイタリアの料理も作ってくれたの？はい、特にスパゲティはすごく美味しかったです。おじいちゃん、スパゲティ作って。よし、じゃあマルコスペシャルを作ろう。やったー、マルコスペシャル。嬉しいな。早く作って。じゃあ食うか。はい、いただきます。おお、ボーノ、お母さん料理うまいですね。まあ嬉しい。たくさん食べてね。遠慮しないで。ボーノ、ボーノ。この前みんなで作った歌詞で曲ができた人はいますか？はい、僕が作りました。マーク、いつの間に作ったんだい？僕らみんなで歌います。え？歌います。大好きな日本のお友達に心を込めて歌います。聞いてください。僕らは遠い国から
ました。君に会えて嬉しいです。優しい笑顔もありがとう。大好きだよ、大好きだよ。いつかまた会えるから、ずっとずっと忘れないよ。ずっとずっと友達でいてね。皆さん、素晴らしい歌をありがとう。明後日帰っちゃうのか。はい。寂しくなるよな。もっと一緒にサッカーやりたかったな。はい。アンドレア、サッカーうまいもんな。お前、将来サッカー選手になれるぞ。そうだな。サッカー選手になって静岡に来いよ。僕はカメラマンになりたいです。え、おじいちゃんと同じカメラマンになりたいんだ。カメラマンになって日本人を映したいです。そうなんだ。そっか、じゃあまた日本で会えるな。はい。うん、会えるよ、会えるよ。さっきヒデさんから連絡があってな、今日の夜7時からホームパーティーをするんだって。それでわしらを招待したいって言っとったぞ。行こうよアンドレア。はい、楽しそうですね。皆さん、ホームステイも残すところあと1日となりました。今日は1日早いけどお別れパーティーさ。みんなゆっくり楽しんでくれたまえ。よし、サバ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 。そのカメラ、ライカですね。そうだよ、アンドレア君、よく知ってるね。僕も家にライカがあります。おじいちゃんからもらいました。おじいちゃんにライカをもらったの？君のおじいちゃんは太っ腹だね。僕のおじいちゃんは太っ腹ですか？うん、太っ腹だと思うよ。太っ腹って何ですか？気前がいいってことさ。それはいいことですか？ケチよりずっといいと思うよ。僕にそのライカを一回だけ使わせてください。よし、わかった。ありがとうございます。ありがとうございました。これは僕が一番最初に撮った日本人の写真です。そうか、じゃあ今度日本に来るときは自分のライカで日本人をいっぱい撮ってくれよ。はい。明日が最後の日なんて寂しいね。そうだね。うちは明日の夜はみんなでお寿司屋に行くんだ。まるちゃんは？明日の夜はアンドレアと巴川の灯籠流しに行こうと思うんだ。ああ、灯籠流しね。あのお祭り綺麗だもんね。うん、あんなお祭りイタリアにはないと思うからアンドレアに見せたいんだ。そうだね、きっと喜ぶよ。私もシンディに見せたいな。お寿司屋の帰りにでもちょっと見に行けば？そうだよね、巴川だもんね。うん、近いし。明日、外国のお友達6名はそれぞれの国に帰ります。なのでクラスの皆さんとは
今日でお別れです。寂しいな。もっと遊びたかったじゃん。僕も寂しいです。とても楽しかったよ。ありがとう。またみんなで歌いたいです。みんな優しくしてくれてありがとう。また小杉とうまいもん食いたいです。僕はまた日本に来ます。日本のみんなとマルコに会いに来ます。なんか雨降りそうだね。あ、雷だ。急ごう。はい。マルコ、大丈夫ですか？夕立だからすぐやむよ。少し雨宿りしよう。雨宿りって何ですか？雨が止むまでこうして濡れないところで待つことだ。それが雨宿りと言うんですね。うん。おや、マルちゃん。あ、佐々木の爺さん。雨宿りかい？今ちょうど友蔵さんが来ているよ。え、おじいちゃんが？おお、マルコとアンドレア。おじいちゃんどうしたの？アンドレアの浴衣を買いに来たんじゃよ。アンドレアの浴衣を？浴衣？巴川の灯籠流しに行くんじゃろ。アンドレアも浴衣を着たら思い出になると思ってな。よかったね。はい、とても嬉しいです。アンドレアに似合いそうな浴衣だね。おじいちゃん、ありがとうございます。サイズもバッチリでよかったの。ちょうど雨も上がってよかったね。はい、雨宿りしてよかったですね。はい、できたよ。よく似合ってるね。お、アンドリア似合ってるね。マルコも浴衣似合ってますね。本当？ありがとう。あのさ、灯籠の紙に願い事を書いて流すから。はい、これに願い事を書いてね。じゃあね、茶の間で待ってるよ。行ってきます。行ってきます。巴川の灯籠流しってね、すっごく綺麗なお祭りなんだよ。楽しみですね。うん、七夕祭りも港祭りも好きだけど、灯籠流しが一番好き。灯籠流しが終わると夏休みになるんだ。綺麗ですね。ねえ、綺麗でしょ。私はまたアンドレアに会えますようにって書いたんだ。僕もまたマルコに会えますようにって書きました。私たちの灯籠も流しに行こう。はい。おじさん、2個お願いします。はいよ。お、2人とも浴衣に合ってるね。あ、そうだ、うん、これも頼む。はい。おじさんが枠にセットしてろうそくつけて流してくれるんだよ。そうなんですね。もうすぐ私たちの灯籠も流れるから、橋の上から見ようか。はい。ほら、あそこで2つ並んで流れてるよ。なっちゃうよ。
もう見えなくなっちゃったね。うん。少し歩こうか。甘くてふわふわだよ。はい、お待たせ。へい、焼きたてちゃうり。小さなお店がたくさんありますね。屋台って言うんだよ。おい、あれうまそうだぞ。食おうぜ、食おうぜ。マルコ、何度言う。流れていると思います。灯籠にアンドレアがカメラマンになれますようにっていうのを書けばよかったな。マルコは何になりたいですか？私は漫画家になりたいんだ。僕は漫画家になったマルコの写真を撮りに来ます。本当にそうなるといいな。あれはさくらとアンドレアじゃないか。あ、本当だ。声かけて一緒に行こうか。よせよ、藤木くんは気が利かないな。まるちゃん！ん？あは、たまちゃん、シンニー、こんばんは。こんばんは。アンドレアと二人で来たのかい？うん。よし、まるちゃんとアンドレアの写真を撮ってあげるよ。ちょっとそこに並んで。そういえば二人で撮ってもらってなかったね。うん。じゃあ撮るよ。はい、チーズ。まるちゃんも明日空港に行くでしょ？うん、おじいちゃんも行くって。俺も行くんだ。明日朝7時に花輪くんの家に集合だよ。うん、遅
刻しないようにするよ。じゃあ明日ね。バイバイ。マルコ、もう寝ましたよ。もう寝たのか、早いな。明日7時に花輪くんの家に集合するんだって。みんなをバスで空港まで連れてってくれるって。帰りもバスで帰ってくるのか。ええ、花輪くん家も面倒見がいいな。本当にね。最初にアンドレアが家に来ることになった時はびっくりしたけどよ、いいやつでよかったよな。本当に明日から寂しくなるわね。ああ、寂しくなるな。翌日。お父さん、お母さん、おばあちゃん、お姉ちゃん、本当にありがとうございました。楽しかったです。元気でね。お父さんとお母さんによろしくね。また来いよ。いつでも待ってるからね。はい、また来ます。じゃあ、行ってきまーす。皆様、羽田には9時に到着いたします。ブラジルのジュリアさんの出発便が10時半、インドのシン君が11時、香港のシンニーさんが1時20分、アメリカのマーク君が2時35分、イタリアのアンドレア君が6時、ハワイのネプ君が8時15分に出発です。それぞれ違う便ですから、お間違いのないようお願いいたします。私早いね。羽田に着いたらすぐ飛行機ね。そうだね。シンニーちゃんの出発は1時20分なら空港のレストランでお昼食べられるね。はい、アンドレアの出発6時ってだいぶ時間あるね。そうですね。あ、もしかして上野に行けるんじゃない。え、上野ですか。うん、どうせ空港で待ってるだけなら上野に行って一か八かのんき屋の夫婦を探してみようよ。上野に行くんですか。はい、どうしても一度行きたいのです。出発時間前までには必ず戻ってきますから。お願いします。お願いします。わかりました。ではチェックインだけ済ませておきましょう。アンドレア君の荷物もお預かりします。5時までには必ず戻ってくださいね。はい、よし行こう。おい、もしかして上野に行くのか。うん、のんき屋の夫婦見つかるといいな。うん、ありがとうございます。上野にうまいものあったら買ってきてくれよ。わあ、たくさんビールがあるね。東京ってすごいですね。戦争や震災を乗り越えてよくここまで復興したの。上野駅、どこに行こうか。とりあえず交番じゃ。すいません。はい、何ですか。この辺にスパゲッティ屋はありませんか。スパゲッティ屋、なんという店ですか。店の名前はわからないんです。ん、店の名前がわからないんですか。はい、そりゃ困ったな。あ、もしかしたらのんき屋みたいな名前かもしれません。スパゲッティ屋でのんき屋、聞いたことないな。やっぱり店の名前がわからないとダメか。お力になれなくてすいません。ああ、地図をあげるから近くの商店街を探してみてください。すごい人だね。さすがアメ横じゃの。スパゲッティの店なんてありそうもないね。すいません。はい、この辺にスパゲッティのお店はありませんか。スパゲッティの店？その先を左に曲がったところにイタリアンの店ならあるよ。イタリアン？行ってみよう。浜人、
よなら、チン。またきっと会えますよ。あいつまたきっと日本へ来るよな。さあ、少し早いですが、お昼ご飯にしましょう。ハマジ、早くレストラン行こうぜ。あ、ここか。スパゲッティのんき屋とは全然イメージが違うの。この店はイタリアンレストラン山本という店ですね。のんき屋のご夫婦の名字ってなんだろうね。りょうさんとちえちゃんという名前しかわからないの。大阪のあのおじさんに聞けば名字くらい知ってただろうね。ああ、聞けばよかったね。マルコ、嘆くな。もしかしたら山本かもしれん。思い切ってこの店に入ってみよう。いらっしゃいませ。しまった、この人は絶対チーさんじゃない。はい、何でしょう。この店ってもしかしてのんき屋のんべえとは関係ないですよね。すみません、全く関係ございません。ですよね。明らかにのんき屋のんべえ違う店。友蔵大恥の俳句。あれ、トモエとシンニーちゃんも食欲ないな。疲れているのかい。この食事が終わったらシンニーちゃんとお別れかと思うと悲しくて食事が喉を通らないの。私も同じです。タマちゃんとお別れするのが悲しくて。タマエ、シンニーちゃん。なんて美しい涙なんだ。いつかまた会えた時、二人で泣いたこともいい思い出になるよ。マルコ、大阪のお好み焼き屋の名前覚えてるか。なんだっけ、確か松なんとか。これに書いてありますか。あ、お好み焼き屋の割り箸だ。よくこんなの持ってきたね。記念に一本もらいました。ああ、おお、そうだ、松山だ。電話番号も書いてある。よし、電話してのんき屋の夫婦の名字を聞いてみよう。はい、お好みの松山です。ああ、この前マルコの孫と来た人やね。え、りょうさんとちえちゃんの名字？緑山。そうやよ、緑山良二って言うねんよ。どうもありがとうございます。わかったぞ、緑山良二だ。早速電話帳で調べて電話をかけてみよう。しんにちゃん、さようなら。たまちゃんって卵みたいで可愛いですね。いつか行こうな、しんにちゃんに会いに。お父さん、香港なら近いし、また会えるさ。そうだよね、また会える。いいな、香港は近くてもブラジルは遠いよ。さよなら、エリコ。もう会えないかもしれないな。そんなことないよ、野口さんもジュリアにきっとまた会えるよ。ありがとう。おじいちゃん、早く電話して。よし、
あ、どうかリオさんかちーちゃん電話に出てください。アンドレアがリオさんとちーちゃんに会えますように。ダメだ、出ないな。もしかして二人ともお店にいて自宅にはいないのかもしれないな。そんな。でも間違いなくこの辺に住んどるよ。電話帳では上の2丁目に乗ってたから。よし、じゃあ2丁目に行ってみよう。マーク君に次に会えるのは冬休みですね。ああ、冬にはまた会えるけど、やっぱり少し寂しいね。はあ、なんだかだんだん悲しくなってきたぞ。俺もだよ。この辺りが二丁目じゃ。お腹すいたね。マルコ、大丈夫ですか？今何時？もう2時45分じゃ。5時には空港に戻らんといかんから、4時には上野を出ないといけないぞ。そしたらあと1時間ちょっとしかないね。そうじゃな、急ごう。うん。おじいちゃん、マルコ、待ってください。もうこれ以上のんきやのんべえを探さなくてもいいです。マルコとおじいちゃんに迷惑かけたくないです。私がお腹空いちゃったなんて言ったから気にしてるんでしょ。ごめん、大丈夫だからもう少し頑張ろう。ありがとう。だけどマルコもおじいちゃんも大変だし。わしらのことは気にしなくていいんじゃよ。そうだよ、もう少し頑張ろうよ。アンドレア。おじいちゃん。近くで何か食べよう。そしたら空港へ戻ろう。もしかしてあの店。ああ、間違いなくあの店だよ。行こう。よし。はい。あの。あら、すみません。お店3時から5時までお休みなんです。5時になったらまた来てくださいね。あの、はい、僕はマルコの孫です。ん？マルコの。はい。リョウさん、リョウさん。なんだ、どうした？マルコの孫が、マルコの孫が来てくれたよ。え、マルコの孫が。はじめまして、マルコの孫のアンドレアです。本当か？本当にマルコの孫なのかい？はい。これ、これは、いや確かにマルコにあげた栓抜きだよな。よく会いに来てくれた。ありがとう。で、マルコは元気か？おじいちゃんは半年前に死にました。え？マルコ、死んじまったのか？なんだよ。また会おうって約束したのに。
また一緒に飲みたかったな、あの頃みたいに。おいおい、マルコが飯を作るってどんなんだろうな。手伝わなくて大丈夫？俺のマルコスペシャルはうまくて驚くぜ。ま、見てろって。はいよ。へえ。なんじゃこれ、うまい、うますぎる、おいしい。ほらな、驚いただろ。おい、俺にもマルコスペシャル教えてくれ。いいとも。その前に一杯飲ませろ。そうだ、うちのスパゲッティはぜひ食ってほしいな。時間はあるかい？5時に羽田に着けば大丈夫です。よし、今すぐ作るから。皆さん、そちらに座ってくださいな。マルコ、お前に教えてもらったスパゲッティを孫に食ってもらうぞ。心を込めて作るからな。その栓抜きはマルコが帰るときにリョウさんが渡したんですよ。お店の栓抜きくらいしかあげられるものがなくてね。マルコ、これ持ってけ。え、いいのか？お前がいくらじじいになってもまた会えたときにそれを見せてくれたら俺はすぐにわかるから。ありがとう、宝物にするよ。それを持ってきてくれて本当にありがとう。はい、お待たせ。うちのマルコスペシャルだよ。うわぁ、おいしそう。いただきます。おいしい、すごくおいしい。うまい、これはうまい。おじいちゃんのスパゲッティと同じ味です。マルコがスパゲッティを教えてくれたから俺はスパゲッティ屋をやることにしたんだよ。アンドレアのおじいちゃんの友情は国も時間も超えてこのスパゲッティの中にも生きているんだね。今日はいらしてくださり本当にありがとうございました。嬉しかったよ、ありがとう。おじいちゃんはのんき屋で過ごした時間が本当に幸せだったと言ってました。僕も今日ここに来てそれが分かりました。アンドレア、これを持ってってくれ。一回だけマルコのカメラを借りて俺がマルコを撮ったんだ。おじいちゃん、なんて嬉しそうな笑顔だろう。アンドレア、俺はのんき屋で幸せな時間を過ごしたんだよ。とてもいいご夫婦だったの。はい、おじいちゃん、マルコ、ありがとうございました。もうすぐアンドレアとお別れなんだ。さくらさんたち遅いですね。まさか迷子になったのかな。そりゃまずいぞ。あ、来た。すいません。ああ、よかった。アンドレア君、出国ゲートに向かってください。はい。やだよ。帰っちゃうなんてやだ。マルコ、本当にありがとう。僕も君に会えて幸せな時間を過ごしました。やだよ、アンドレア、行かないで。これから夏休みが始まるんだよ。もっと日本に行って。
と一緒に遊ぼうよ。マルコ。私、アンドリアのことずっと忘れないよ。だから、私のことも忘れないで。一生忘れないよ。忘れるわけないじゃないか。こんな君を忘れるわけない。マルコにこれあげます。今度会うときに必ずそれを見せてください。マルコが大人になってもそれを見たら僕はすぐにマルコだってわかるから。私がどんなに美人になってもこれを見せたら信じてくれるよね。はい。だから必ずまた会おうね。マルコ、笑ってください。マルコ、ありがとう。アンドレア、またね。へえ、とうとう見つけたのか。のんきやのんべえの夫婦を。すっごく大変だったけどね。もう無理かと思ったよ。でもすごいわよね。手がかりはほとんどあの栓抜きだけなのに。じいさんもマルコも頑張ったの。この栓抜き、アンドレアがくれたんだ。あんな大事なものを。のんきや夫婦の友情の栓抜きをくれたのか。うん。今度は私がこれを持ってアンドレアに会いに行くんだ。友情の栓抜きのバトンタッチだね。うん。なんかもう懐かしい気がするな。ん？あ、これはアンドレアが撮った写真だ。よく撮れてるな。まるでマルちゃんが写真の中から飛び出してきそうだな。これは僕が一番最初に撮った日本人の写真です。たらしい
パパ、ママ。アンドレア、元気だった？おかえり。日本はどうだった？僕、おじいちゃんがなぜあんなに日本が好きなのか分かったよ。そうか、よかったな。それからね、おじいちゃんと同じニックネームの女の子と友達になったんだよ。え、マルコっていうの？うん、そうだよ。みんなマルコって呼んでるけど、本当はね、ちびまるこちゃんって言うんだ。